はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、MS イーグル目視録0079、ステージ5、雷鳴に魂は帰る、こちらをやっていきたいと思います。MS イーグルの最終話ですね。宇宙船になります。ビグラング前回作ったけどオリバー・マイが乗ることになる機体ですね。やっていきましょう。わずかな、ほんのわずかな時が過ぎた。しかしその間にも地球を後にし、そして今宇宙要塞ソロモンさえも我々は失っていた。宇宙世紀0079、12月24日のことである。まもなく戦いの舞台は月の裏側へと移行するだろう。地球からは見ることのできないサイド3、連邦軍艦隊はジオン本国を目指すことになる。この進行作戦が星1号作戦と呼ばれたことを僕は後に知った。立ちはだかるは宇宙要塞アバオア空と月面基地グラナダ。連邦の艦隊が次に狙うのは果たしてどちらか。MP02A 駆逐モビルポットオッゴ。戦局逼迫に伴い我が技術本部が優先開発した機体だ。規制の武装を利用し緊急量産の結果、かろうじて決戦に間に合ったわけである。603はこの機体の評価試験を実施せよ。本部長、オッゴを実戦に使うのですか？いや、オッゴはいつの間にか正式化されてしまい、もはや試作機ではありません。その通り。機関の任務は試作兵器の評価試験であったな。ならばなぜ、すでに量産が決まったこの機体にどのように評価せよと？決戦なのだよ。この時局に際し我々は何をなすべきか。これにて全ての試験体はアバオア空近海へ出払うことになる。オッゴの評価試験には可能な限りの支援はする。そのための補助兵器も間に合えば送る。間に合えばな。補助兵器？ソースイフは連邦の次なる目標をアバオア空であると判断。総力をもって防衛の決意を固めた。そして各艦隊には参集の命が下った。我々603にさえも。てか、オッコの話が先にあるのか。多分前半戦でオッコの話だな。オッコイコールボールだからね駆逐ポットってああ、ボール以上なんだ、計算上は。比較は敵モビルスーツとしてほしいよねって。そりゃそうだ。雷鳴に魂は帰る。お、カスペン。カスペン大佐だっけ。ああ、カスペン大佐だね。
カスペン戦闘大隊に編入された。オッコの記録は取り放題だぞ。指揮系統が3つって、新たなる精鋭、楽しみだ。精鋭が来たか、精鋭が。お、これパプア。ジオン学徒兵。ん、子供。修学旅行の学生で戦争ですかな。ジオンもね、人不足だからね。17であります。実戦経験は、あ、ありません。敵を見たことはあるのか。まだであります。エルヴィン・キャディラック、総長か。国家総動員体制。ん、グラナダは月でしょ。アーバーワークってどこにあんだ、位置的に。月の裏側か。おっこか。超弱そう。まず見た目が弱そうだからな。作業用のポットみたいなの。ボールと変わんないからね。ボールの方が多分長距離砲がついてていいんじゃない。オリバー前技術注意。
そうか、書かれているのか。本当の技術バカ。戻ったらね、戻ったら一緒に食事しよう。おお、これはこの光は。12月30日21時5分ソーラレサラミスが2隻。相手は宿敵ボールか。何？ロッキーもいるのか。ひよっこばかり。いや、こっちもひよっこばかりだな。行っちゃった。ボールだけ取り残されるって。敵ボール6。いきなり宇宙だからね。宇宙はもう360度全部見渡さないといけないから大変だよね。ジオンのモビルポット、モビルスーツじゃなくて助かってて。そりゃこっちのセリフだ。おっこしょった一気も撃破されずに。マジか。ボールとか絶対な、強いからな。6から9。懐に潜り込めば、こっちはザクマシンガンがあるからね。ってことは、もうこれガンガン攻めに行った方がいいな。この距離なら、当たらんな。よし、とりあえず。ここはもうね、機体がしょぼすぎるから、セーブ&ロードだな。機体もしょぼいし、パイロットもしょぼいっていう。じゃあまずはエルヴィンでいくか。こいつ、こいつ、このよし、勢いだけでなんとかなった。てか半分減らせられた。いくつ当たった今。3900とかだった気がするんだよな。もう一回攻撃するごとにセーブをしないとな。所詮はおっこだからな。回避された。くそー、なんて脆弱な戦いなんだ。おっこ対ボール3900か。よーし、あはは、どうだ。
学徒兵、この学徒兵を中心に戦っていくか。セーブをしなきゃ、せっかく倒したのに。2体は倒せるかな。おりゃ、かわいい人かな。もう悲しすぎるこの戦い。まあ、ロードがねめちゃくちゃ速いのは助かるけどね。だってザクマシンガンだと多分倒せないっしょ。よし、で一番左のガクト兵名もなきガクト兵のテンションを上げていこう。あとはどれだけボールの攻撃をかわせるかだよな。回避とかなんか2回に1回は外れんな。もうちょっと当たってくれてもいいと思うんだけど、パイロットが勝負すぎるのか。よし、やったぜ。でもう減らせられるときに減らしておこう。絶対射程外から攻撃してくるからね。基本的に相手はね結構そういうところはねついてくるんですよね。よし OK、 テンション上がったぜ。おっこの方が強いということを教えてやろう。こんなところで戦っててさ、戦局になんか影響あんのかな。おお、一応射程の外だとガッツまあ、とりあえずこいつで、ちょっと待って、両方入る位置って負けね。支援をね打ちたいんだよね。ザクマシンガンでいいか。これでザクマシンガンでやれば、ま、これで倒せるでしょう。ザクマシンガン強えな。ボール一気撃破。調子に乗り始めてるな。おっこは予想値を上回る気がです。そうか。どんだけしょぼい数値を予想してたんだ。やるではないか。いや俺は不安しか残ってないよもう。てかむしろ左の学徒兵が頑張ってるからね今。じゃあちょっとこいつにも手柄を立ててやるか。できればな、2つヒットさせたいな。60を2つか。1発2発いいね。いやおっこ強いわ。おっこマジ強えわ。いらないけど。あれボール6って言ってなかった？なんか5匹しかいなくね。あれ6匹目だっけこれ。なんか忘れちゃったよもう。ボールなんてどうでもいいし。何？こっからと。あれが入らないのか射程が。おらいけ。まあどっちか外れても。うん。オッケー。これがオッコの強さだ。思い知ったか。敵ボール正体撃破。ほらあと1機いるよ。ドラガンのバケモノめって。
味方の船に捨てられたんだぞ。何が、何を今さら。悲しい戦いが繰り広げられている。あ、弾ないの、もう。オッコの評価試験どうだった？いやー、正直あんま役に立ってないわこれ。これは艦砲射撃。さっきのサラミスか。なんて極悪非道な奴らだ。キシリア閣下の一瞬だな。さらばだエルヴィン。愛しい人を亡くした時は怒るか、泣くしか術はないのだ。駆逐ポッド、王子の戦闘記録は直ちにアバオワ空防衛司令部へと報告された。その頃、地球連邦軍はソーラレイによる甚大な損害にもかかわらず星1号作戦の強行を決定していた。アバオワ空 E フィールド。ビグラング、あ、そうそうそう、多くを収容できるんだよね。6対1か。
オッコを全力投入ってマジかよ。結果形勢を押し戻すことであるとか無理だ。そう、モニカはね、もう落ち込んじゃってるからね、弟が死んで。そうだよな、ズダはすげえ貴重な戦力だからな。おお、ジムコマンドを投入してきたか。かなりの数のモビルスーツだ。司令部より入電。かつての戦闘大隊は可及的速やかに配置がなんちゃらかんちゃらみたいな。おっこが3機、ズダが一気。諸君聞いてほしい。そうだな、パイロット来てはみんな死んでったかな。あれ、 B グランクは？まあとりあえず俺が先導してやる。安心しろ。腰痛兵も強いで到達。4ターン以内か。よーし、ここはガンガン攻めよう。倒せる敵は倒す。何？さすがボール小さすぎて当たらん。あ、そらビグザムになったんだえ、ビグザムどうなの？ボールくらいさすがに倒せるよね。余裕だ。ははは、このビグザムが量産された暁には連邦など駆逐してくれて、おら、このままガンガン振ってか。エネルギー消費が激しすぎんな、これ。全方位メガ粒子砲5000。え、ちょっと待って、どうなのこれこれマップ兵器ってさ、確実に味方も食らうよね。位置取りがあんまりよろしくないね。まメガ粒子砲でいいでしょう。ジムごとき、もうおっことかマジいらんかな下げる。正直ズダもいらねえし。腰痛兵はとりあえずひたすら前進するのみ。うーむ、移動力が。さてハローを出すか。さすがにボールは倒せる。相手ね、レベル上がってきたからね、戦えるようにはなったよね。
もう道は己の手で切り開くしかない。さてさてさて、あ、ビグロビグロ、クロワンだな、これは。上のやつをぶち倒して8800か。7500だから余裕だな。と、あとうちのビグラングを出すか。あ、そっか、これめっちゃでけえやつだから、方向を決めないといけないんだ。どれがいいんだか全然わかんない。ガトリングで倒せるかな。3000しかないのか。これにしよう。 65% 回避されたやばい、これボールにやられるぞ、このままだと。ギャン、クリティカルが出て7200か。ってことはやはり援護が必要だな。ジムガードカスタム、スプレーガンが一番強いんだ。別にさ、このゲーム防衛用のモビルスーツ必要ないからね。どうしようかな。メガ粒子砲とか倒せんの。あ、倒せる、強いビグロも意外に強いな。じゃあ下のジムも排除しよう。あ、もう移動終了か。これでいいかな。ビグザもう狙ってきた。エネルギー消耗が激しいな、本当に。ここの戦場鬼だなどでかいモビルアーマーだらけだし。いいね、エネルギー回復助かるわ、本当に。周囲何マスだっけ、補給機能。周囲4マスか、結構広いね。これはね、マスターユニットにね、すげえ役立つんだよね。さあ、ビグザムもどんどん強くなっていくよ機動力ないけど、さすがに攻撃力は高いな。防御力もめちゃくちゃ高いし、4つヘビどんどん進んでいこう。これなんだ？あ、そうか、補給機能か。これがね、全然進めないんだよね。やはり宇宙用の戦艦を1個作るか。で、ボールはこれを駆逐する。ジムコマンド3機を破壊するでしょ。だいぶ自立して動けるようになったな。サラミスってなんか積んでんのか。ジムを積んでそうだけど、誰も積んでねえしあ、積んでないね。じゃあサクッと倒そう、サクッと。ここはビグダム、テンションは最高潮だってか。ビグラング、大型メガリーションもな、命中率が低いからな。てかエネルギー消費が激しいな、これも。クローンアームとか、あ、これあれか、マップに行くか。で、どうする。
試作ゼロ号機。あー長距離ズームナイフルが当たらんか。でこいつらは別に勝手に補給してくれっから、もう自立して動いてこう。ヒットポイントさえ気にしとけば大丈夫なはず。ミサイルの射程には入らない。じゃあゲルググを出すか。パーセンテージだからね、回復量が。ってことは分母が増えれば必然と回復量が増えると。一番強いのがメガレー症だよな。コマンドは倒せるか。いいね。さてちょっとエネルギーがないけどこいつを破壊するか。で一応こっちにどうしようかな。メガレショウ打って減らすだけ減らしとく。来てない一撃だ。いいね、どんどんレベル上がっていく。ってことはこのサラミスも破壊しとこう。お前邪魔だ。ここのフィールドに配属された連邦兵かわいそうだな。勝ちとかめっちゃ上がったな。とりあえずこんなもんでいいか。ちょっとねこれは懐に潜り込まれるとどうにもできない。もうちょっとピョン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 って。早くなんないかな。回復してくれるのはいいんだけどさ。新たな敵艦隊確認。マジか。後ろかしかも。E フィールド全域に敵艦隊接近。これ何？戦艦2隻を撃墜したけど。あ、来たかビグラング。ビームかくらんまか極めて有効。しかしジェネレーター出力配分にふらつきを認む。これはひとえにパイロットの技量不足に起因すると思われる。引き続き記録を続ける。いきなり操縦できるもんなのモビルアーマーなんて。よーし行くぜー。こっちビッグランが下がんないとさすがにまずいからな。でこの事務部隊はなどうすっかだよな。とりあえずビッグランはメガリュシを打って、で一旦全機収容しよう。さすがにエネルギーがきつくなってきた。
大体さ 5% ってさいくつだよ4とかだよねあ、ここにもいたか。うわー、対空ミサイルしか撃てない。対空ミサイルでなんとかなるか。一応スーパークリティカルが出るから OK。 さて、ここら辺はだってもう誰もいないからね。ちょっと逃げつつ戦艦がこっちの方に来るのを待つか。時代はモビルアーマーだな今ビグランク交代するんだ。一気じゃ無理だ、さすがに。で、ヨツヘイムをここに置くと OK。Eフィールド目標ポイントへ到達。カスペン大隊によって死守されたのだ。ん？これは？友軍の艦隊。どなた？やられている。10分前から連絡はなし。あ、バオは食うから。指揮能力なし。総帥はもう死んだよ。おお、ジムが来てる。敵、おお、めっちゃいっぱいいんな。ゲルググの発進準備。鬼の何？戦いは果てしなく続くように思えた。しかし僕がこれまで見守ってきた戦いがそうであったように、実際にはほんの一瞬の出来事なのだろう。間もなく爆発の渦に包まれ燃え尽きる運命の魂であっても。待たせたな、ひよっこども。いや、カスペン来たね。世話は焼いても世話を焼かれるのには慣れていないか、マイ。いや、ここのね、カスペンね、超かっこいいんすよ。
本当はね、ガクトのね、おっこがね、やられてる時にね、ギルググが登場して、このガクト兵を助けるっていう、そういうシーンなんだけど、おっこがいないみたいな。ガンキャノンか、パクトゴ、いや、量産型だからね。で、この遊軍機が、ちょっとあれか、勝敗条件。え、この遊軍機何なの？倒されちゃダメ系だよね。ということは、まず、キャリーベースを解凍しよう。上に。で、ハローを差し向けるか。ハロー出れっか、これ。でかいな。ハロビットが届かないから、ちょっと一旦はしょうがねえな。てか、ここにいたらさ、無才動けなくね、思ったけど、おめえ邪魔だ、みたいな。で、こっちはこっちでモビルスーツを積んでるかどうかだな。あ、積んでるね。マゼランは積んでないけど、サラミスが積んでるのか。この4つ辺はもうほっといていいでしょう。ってことは、こっちを向かわせるか。で、ビッグランカーもちょっと動いた後か。よし。おお、くる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 。狙ってくるね。ガンキャノンが狙ってくるのか。4500とかやばくね。これマジ積んでない？いや、これ積みゲーでしょ。どう考えても。え、どこで攻めた？こっからかよ。出た、こっからかよ。ちょっと先に進むか、じゃあ。はい、じゃあちょっと増援が出てきたところからスタートですけど、これさ、無理じゃない？普通に。だってさ、一番上にさ、ハロー置いてたもん。さ、ここなんだよ。で、これをさ、向こうまでさ、行けないし。ここに置いてもさ、ハロビットでさえ届かないよ。1、2、3。いやー、これかわしてもらわないときついな。このね、ガンキャノンがすげえ。絶対無理。これだって出てきた瞬間に積んでるもん。ちょっとだいぶね、戦いをね、急いできたんで、交代がね、全然間に合ってないんですよね。まあ、とりあえず逃げながら戦って、ビグザムはまあちょっとほっとくか。他の人たちは全員いるよね。ビグラングも積んでるし。で、あとはもうちょっとかわしてもらうしかないから、まあ、ここでセーブをしてかわすのを祈る。いや、それしかできないっしょ。だってだって出てきた瞬間の配置がこれだからね。いや、ひどくない？これ。逃げて逃げて逃げて。ちょっと4つ変とか。全然気にしてなかったな。まあ、ビグザムで倒そう。まあ、もうここはね、クールダウンしてもしょうがない。来た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 。で、こいつらの射程に絶対入って、もう反撃しなくていいからさ、かわせよう。うわー、痛い。2発食らったら死ぬからね。いや、これマジ積みゲーでしょ、本当に。どうすりゃいいんだよ。死んだ。これの永遠の繰り返しか。ちょっとここかわせるまでなんとかしないとな。これはもうロードだな。
あ、ターゲットが変わった。ターゲットが変わったから大丈夫だ。何この運ゲー。完全運ゲーでしょ。よしきさん、ここはもうセーブだ。速攻セーブ。いやー、助かったわー。で、速攻であの真ん中のガンキャノンを排除しよう。これはもうね、スキルでね、ハイテンションにして、で、かつアタックバーストかけよう。2倍ダメージアップ。おら、行くぜこの野郎、このガンキャノンが。28000、よし、で、さらに左のムサイも結構やばそうだな、これ。騎士改正。もうすでにガンキャノンの一撃を食らってるからな。排除できるやつは排除しておこう、遠いやつから。で、できれば俺がおとりになると、このデカブツを壁にして。よし、で、これはもう上を向いて、こいつらどうせ2歩くらいしか進めないからな。ここでいいや。で、出せるやつを出す。ビグロ、ほら、これでこっちはだいぶ落ち着いたな。いやー、危なかった。いや、一応配置的にマップって拡大するじゃないですか。で、拡大する前の一番上にね、ハローを置いといたんですよ。でも届かないっていう。こっちは別にマスターユニットじゃないから、マジックパワーじゃなくてエネルギー回復しないからね。で、ここは完全にビッグザムに任せよう。ビッグザムもどんどんレベル上がっていくな。それはそれでありがたい。あれ、もう一匹いたか。いやー、何気にきつかったな。きつかったなっていうか完全初見殺しでしょこれ。四つ辺ちょっと下げよう。ビグザムに攻撃が当たるように。で、ザンジバルを前に出して、そろそろこいつらと一緒に行動するか。攻撃の役には立ってくれそうだからね。ビグラフだそう。で、大型メガでしょう。一発当てておくか。1万、よし。しかも回避したし。いいね、いいね。じゃあモビルスーツを出していくか。ビグラングをおとりにして。戦えば問題ないでしょう。さすがにやられはしないだろう、この一撃で。ってか、このゲルグマジ邪魔だな。いけ、大型メガで勝負。向こうから来てくれれば。うわよし。あとは上の艦隊を排除するだけだから。いや、いっぱいジム持ってんね。いいね。こいつらはぜひとも回収したい。機関みたいなのがあったよね、確か。
今ジム出してきてなかった。これよっぽど近づかないと出てこないかな、こいつら。痛い、やられる。マントラもちょっと、これは回避をして回避できなかったけどチャンスステップにねつなげたいから。うわー、狙ってきた。とんでもねえ射程だ。ボール、まずボールを先に排除するか。やはりマントラ、オッケー、打てない。来るか。やばいぞこれは。またやばくなってきたな。とりあえずピンポイントで、まずこのサラミスは撃破する。よし、機動力がないかな、さすがに。そこからこれも上のサラミスもな。あれヒットポイント的にどう？まだ大丈夫だよね。1万2000か、まあ、全然大丈夫だな。普通のモビルスーツよりはヒットポイントがあるから。で、あとはその敵を攻撃できる配置にしておこう。だもんな、移動力だけは一丁前だからな。OK で捕獲しよう。まあ、捕獲はね最終的に全サルベージすれば問題ないんだけど、あとこの戦艦がちょっと逃げてくれるまで待たないといけないから、まずはボールで、ボールじゃねえや、ハロで近くのやつらを排除すると。あ、マスターユニットだからね。こいつが危険なんだよな、本当長距離射程だからな。こっちもちょっとハロビットで倒しておくか。そこからどうする。ビグロおとりになるか。こっちまで来て、とりあえずこいつは倒しておこう。破壊されたらね元も子もないからね。実はもうビグザムはいいや、しょうがない。ここにほったらかしにしておこう。使い捨てビグザム。いや、さすがにステージ5とか最終ステージになってくると結構きついよね。これは回避でしょ。で、出てきた、出てきた。痛い。さあ、テンション下がるわ、こんな食らったら。マゼラン反撃不能か。このハロは、バブルでいいか。マゼランってモビルスーツ積んでるんだっけ。積んでるね。これをどれだけ回避できるか。50% は、うわ、切ってるけど、1000しか当たんないんだ、もう。よしよしよし。なんとか。なんとかかわし続けてくれ。よし、超強気。とりあえず超強気になって。いいね、かわすね。めっちゃかわすね。
痛い。いいね。もうテンション上がったり下がったりだな。よし、最終的に超強気を保ってくれれば全く問題ないかな。いて、クールダウンしてしまった。こいつも 40% くらいか。よし、テンションアップ。いやー、これはかなりのモビルスーツを期待できるな。金を稼ぐっていうところではいいな。もうこいつはもう全員介在するからね。出してきた、出してきたね。やばい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 、ちょっとマジ調子乗りすぎた。あ、でもまだ6000はあんのか。もともとのヒットポイントが高いからね。一旦ビグロ下げよう。で、破壊武器だったらもうちょっと破壊しておきたいから、これでグッバイ。さて、そこから超強気だから、ハロビットでピンポイントすれば多分ね倒せるんだよね、一発で。余裕だな。これで超一撃にしてマゼランを一発で倒せるかどうかなんだよな、問題は。これ届く、ちなみに届くね。29000。17レベルで、スキル的に経験値ブーストリターン、このロックオン、フィールドリカバー、経験値ブーストこれしかないか。マゼラのヒットポイントは2万3000か。倒せんなこれ。経験値ブースト使おうと。ハロビット食らえ。3万当たるね。で、ちょっと次のターンでサルベージしないといけないから、1000か。それでもこれマジやべえわ。ちょっリアルにやばいんだけど。グループ攻撃とか届く？全く届かないね。ビグロ下げよう。ビグザム持ってきた方がよかったかな。間に合うこれ。意外に機動力あるな。ブースター的なのつけてるからね。だって出撃させるって言ってもさ、誰もいなくね？こっから狙えるやつ。こいつら帰還しないよね。どうしよっかな。一旦引きつけるか。ちょっとセーブして。ここはもうマゼランを破壊しちゃっていいな。この真ん中のやつだって取っとけばいいわけでしょ。ジムコマンド、ここのフィールドもなかなかきついからね。移動して、大型メガ粒子砲、これで倒せればまあ別にいいし、倒せなければ別のやつで倒すし。倒したか。ビグラングが2体いるかな、ここ。よし、ここはもう完全に落ち着いたな。オッケー。じゃあ、あと、こいつらだけだ。逃げろ逃げろ。とりあえず、ここら辺は回避してもらわないと困る。あ、来るね。全然来るね。てか、むしろハローを差し向けてもいいんじゃないか。戦艦を破壊しないといけないから、ここら辺に置いて、ミサイルでとりあえず戦艦を狙っておこう。
て、出撃で、まあ、とりあえずはビグロだな。で、メガ粒子砲で、こいつ。1万7000か、倒せないんだ。ってことはだよ、パーフェクトガンダムあたりをここら辺に置いて、まあ、これはさすがに一発で倒せるでしょう。よし、どれがどれだか分かんなくなってきたな。こいつを最後に残しとかないといけないから、出撃してジム回とかでいいかな。機動力が少なくてあそこに行けないな。ジムスナイパーっぽい。うわ無理か。まあいいや、しょうがない。ロングレンジビームライフルでとりあえずピンポイントを狙っておこう。でパーフェクトガンダムちょっとここに置いて援護ができる位置に。降伏したジムがいっぱいだな。さすが連邦物量で来ている。で、あとはジム回をこっちに置いて、ピンポイントは打てる、打てるね。14000、さすが最大の激戦区アーバーワーク。で、あとはサルベージを使って、すげえな、どんだけ捕獲したんだよ。サルベージとかめっちゃ役立つわ。で、最後はこいつをハロビットでぶっ倒して終わりと。いやー、ほんと辛い戦いだったな。宇宙世紀00079 12月31日、宇宙要塞アバオワ空において繰り広げられたジオン公国と地球連邦の最終決戦も佳境を迎えようとしていた。ソーラレイの発射によって優位に立ったと思われたジオン公国軍だったが、戦火の中でギレンザビ総帥閣下をはじめとする司令部が倒れたことにより指揮系統は乱れ、その隙を連邦軍に攻撃される形で大勢は一気に劣勢に立たされることとなる。予備戦力のないジオン公国軍にとって一度崩れ始めた体制の立て直しは不可能と言えた。数はあるものの、熟練不足の学徒動員兵の投入だけではこの窮地がしのぎきれるはずもなく、敗色は濃厚になり、もはやこれまでと判断した部隊は次々と戦場から離脱を始め、そしてアバオワ空は陥落した。それを私は技術試験官としてではなくパイロットとして見つめていた。兵器たちが破壊され多くの戦士たちが散っていく中、私も敵の命を奪うためその引き金を引いた。この日、この戦場で見たものを私は決して忘れないだろう。宇宙世紀00080 1月1日、この戦いの後技術中尉としての任を解かれた。自分なりにこの独立戦争を駆け抜けてきた私が見つめた様々な兵器には戦士たちの業が宿っていた。そして過ぎ去った多くの男たちの思いは私の人生の道しるべとなるだろう。彼らの物語をこれで終わらせはしない。たとえジオンの旗が永久に消え去ったとしても。
カスペン大佐ディスクレードシステム3、5マスが命中プラス10か。これも結構いいよな。じゃあ捕獲を見ていこう。すげえいっぱいいる。ちょっとガンキャノンはパクっておくか。あとは別に一緒すんげえいっぱいいんなこれ。16万円めちゃくちゃ金が増えたな。塵も積もれば山となるっていう感じだな。ジムでも17レベル。ビグロ、ビグロはちょっとバリエーションで増やしていこう。てかまずザクレード作ろう弱くなったけどしょうがない。パーフェクトガンダムからは3にすればいいのか。でジム回は、まあ、とりあえずジム回はこれで完璧なのか。パワードジムはもう少しレベル上げて、4号機、4号機はねこれにしたいんだよね。やっぱり BST って何なのかよくわかんないけど。でこいつはまあ8レベルくらいまで上げないとダメか。でビグダム量産型か。4と6がまだ不明だね。ゲルグが4になったから、まあ、高機動型でも作るか。ギャンが2レベル。もうちょいレベルを上げるか。で、ビグラング。この4が謎だね。ビグロマイヤー。まあ、こんな感じかな。一応設計見るか。あるね。あ、ジョニー雷電機がある。ドズルザビ専用機、カスペン機とか量産型ビグザム普通に作れんじゃん。じゃあ作ろう。 OK。 ジョニー雷電とか、ゲルググのジョニー雷電とザクのジョニー雷電か。ザク2のジョニーってか一般のジョニー雷電機かっこいい。でもやっぱりジョニー雷電機はよし。 OK。これで、ああ、そう、ジョニー・ライデンね。はい、というところで、MS イーグルも、まあ、ようやく終わりましたので、次は、宇宙閃光の果てにあたりですかね、をやっていこうと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。